それでは今回もハロウィンパーリーでレイティング、やっていきましょう。今回は進化前編だな。正直このパーリーの動画厳選大変でした。そんなに弱いのか？例えるなら、私とマリサが仲良くスキップするぐらい難しかったかな。なら一生無理なんだぜ。そしてお相手が見つかったな。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手のパーリーは、ラグラージ、リザードン、ミカルゲ、ロトム、パルシェン、ナマズンだね。水タイプ多いし、草はざと降りそうなポケモン多そうだな。ならば決着か僕例出していきましょうか。まあむしろどっちも選出するでもいいんだけどね。草技使えるのに耐えた方が良さそうだし、良いんじゃないか。それではバケッチャと僕例は確定で、あと一体だけど、このままじゃリザードンでボコボコにされちゃうよね。確かに、だがうちのパーティーリザードンに勝てなくないか。どうしよう。あ、いい考えがあります。なので最後はムーマで行きましょう。選出は、先発バケッチャ、後ろにムーマと僕例で対戦に行きます。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで霊夢、いい考えって何なんだ。それは後でのお楽しみです。できれば初手でリザードンが出てきてくれればいいんだけど、ムーまで倒すんじゃないのか。その前にバケッチャにはお膳立てしてもらいたいんです。さあ行ってこい、バケッチャ。お相手の初手はリザードン、これはお前が言ってたいい対面だな。よしよし、では説明しましょう。このバケッチャは気合の助け持ちなんです。なのでリザードンの攻撃は確実に一度は耐えます。そしてこの動画のタイトルでもあるハロウィンでリザードンをゴーストタイプにします。ほう。ゴーストタイプにした後バケッチャはやられてしまいますが、ムーマがリザードンを倒すというシナリオです。うまくいけばそれでいいんだが、お相手のリザードンはオーバーヒート。オーバーヒートで特攻下がってくれたのはラッキーだね。ムーマが進化の奇跡持ちだし、いい感じにリザードン倒せるかもな。さあバケッチャ、この動画のタイトル回収をお願いします。皆さんご一緒に、レッツ、ハロウィーン。誰も言わずないだろ。皆さん声が小さいぞー。じゃあもう一度、レッツ。もういいわ。ほら、さっさと実況やれよ。まったく、せっかちなんだから。そんなせっかちな子には、ハニー、フラ。お相手のリザードンはエアスラッシュ、もう一度オーバーヒート打ってきてくれていたらラッキーだったんだが、さすがに欲張りだよな。お疲れバケッチャ、ゆっくり休んでくれ。じゃあここはさっき言ったようにムーマで行くとするか。さあ行ってくるんだぜ、ムーマ。このムーマはさっきも言いましたが、奇跡持ちです。おい霊夢、そろそろ起きろ。おい天才。はい、なんでしょう。うぜぇ。ここだが、たたり目のダメージ増やすためにも電磁波でいいよな。うん、お相手は交代しちゃったけど、電磁波入れれるってプラスに考えていきましょう。バケッチャの意味とは一体。タイトル回収ポケモンです。さて、お相手の2体目はミカルゲ。このポケモン弱点ないからめんどくさいんだよね。ゴーストタイプだからゴースト技抜群かと思ったらそうでもないしな。ここは僕例じゃ相手にならないので、ムーマのたたり目で攻めるしかないかな。ということでたたり目打っていきましょう。ミカルゲの特防高いし、角何ぐらいになるんだろうな。できれば角3で倒せたりできれば良いんだけど。さあムーマ、君の力を見せてみなさい。これは微妙だな。ギリギリ拡散か。お相手のミカルゲは悪の波動、半分いくなよ。よしよし、言い方さしてるよ。お相手のミカルゲの持ち物は食べ残し、これだと拡散難しそうかもな。マリサ、諦めるのはまだ早いよ。2回のうち一度でも急所が出れば、倒せます。別に諦めるとは言ってないがな。そういえば霊夢、デスソースの罰ゲームはまだか。もう少し待ってください。どういう風に撮影しようか、顔どうやって隠そうか、声どうしようかなど考えてるので、11月半ばには投稿したいと思います。私はてっきりハロウィンの時に、ドラキュラの格好してデスソース一気飲みすると思ってたんだがな。デスソースって血じゃないから、てか一気飲みしたら死んじゃうから。面白いと思ったんだがな。頑張りすぎも視聴者さん引いちゃうだろうしね。おっと、思ったより入ったし麻痺バグ引いてくれたな。ラッキーラッキー、これは次のたたり目で倒せるんじゃないかな。一番最初が低乱数で、今のが高乱数だとしたらいけそうなんだぜ。それではここもたたり目連打でいきましょう。さあムーマ、本日2回目のお前の力を見せてくれのコーナーですよ。なんだそのコーナー。よーし、ムーマ、えらいえらい。これでまずミカルゲ突破だが、リザードンのオーバーヒート耐えれるのか。目が進化してないし、耐えてくれるんじゃないかな。まあ3体目が出てくるかもしれないけど。お相手はリザードンバック、正直勝ち筋少なすぎだろ。でもわずかな希望にかけて、電磁波で麻痺バグ引きまくりたいと思います。ということで電磁波で行きましょう。
お相手のリザードンはオーバーヒート。まずこれを耐えてくれないと終わりだぜ。頑張ってムーマちゃん。おお、意外と余裕で耐えてくれるんだね。特攻もガクッと下がったし、これなら次のオーバーヒートも耐えれそうだな。いやー、本当にリザードンワイトカじゃなくてよかった。もしワイトカなら今頃対戦終わってたと思うんだぜ。それではここはたたり目で削っていきましょう。お願いだから両頭型とかやめてね。このたたり目が半分入ってくれれば、僕レイと3体目の対決にまで持っていけそうだが。おお、これはラッキー。さっきのミカルゲの時といい、お相手になんか申し訳ないな。申し訳ないですが、ここはたたり目で押してリザードン倒していきましょう。さあムーマ、お前の力を。もういいわ、いい加減しつけー。よし、これでリザードンも突破。マリサ、これ勝てるかもよ。正直リザードンがミカルゲに交代した時は負けると思ってたが、こんなに望みが繋がってるとは。だがお相手のラストはパルシェン、に立てされる可能性のあるポケモンだな。ここで模試を2尾打って外したり、殻を破るされたりしたらやばいので、電磁波で素早さ落として僕霊に託していこうかな。だがパルシェンの D 硬いし、僕霊で倒せるのか。一撃では無理だけど、今のところ麻痺バグ多いし、麻痺バグしてくれればいいなーって思って。結局運ゲーなのかよ。仕方ないんです、こうでもしないと勝てないんだし。まあそれはそうだが。お願いパルシェン、麻痺バグしてー。おーおー、これは、お相手さん、本当に申し訳ありません。申し訳ありません。それではたたり目で倒していきましょう。さあムーマ、言わせねえよー、ニーブラー、そんなって。お相手気合のタスキか。でも僕霊が倒してくれるでしょ。氷の粒手で落とされる可能性。いやいや、さすがに大丈夫。一応 B に振ってるし。なら先生の爪パルシェン。先生の爪さっきリガードンが持ってたし、それにもうタスキが発動してるからね。そうだったな。マリサどんだけ私に負けてほしいのよ。あ、説明忘れていましたが、この僕霊はお盆の身持ちです。それでは種爆弾で行きましょう。よし、氷の粒手もなし。いけー。無駄に急所を引いていく僕霊。でもなんとか勝てたね。本当によかった。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。